を見た。私はツツジ、エトラ小学校に通う6年生。結構引っ込み思案であまり友達はいない。もう少しで中学生なのに、こんなので大丈夫かな。ゆずりはちゃん、昨日はありがとうね。勉強教えてくれていいのよ、困った時はお互い様だわな。相変わらず人気者だな、ゆずりはさんは。まあ当たり前か、頭もいいし走るのも速いし、おまけに背も高くて綺麗だし、私もあの子みたいになれればいいのに。どうしたのツツジさん、何か私に用？え、あ、いや、なんでもないよ。そう、ならいいけど、もしも困ったことがあったら言ってね、力になるから。うん、ありがとう。ん？お、うるし君だ。どうしたんだろう、こっちの方を見てきて。うるし君は私のクラスメイトだ。結構無口で基本的には本を読んでいる。私も似たところがあったから友達になれるかもと思って話しかけてみたりしたが、結局仲良くならなかった。あら、なんだか視線を感じるわね。いや、うるしだよ。うるしがこっち見てる。ちょっと気味悪いわね。そんなこと言わないでちょうだい。彼は私の幼なじみなの。不器用なだけで本当は優しいところもあるのよ。そうなんだ。例えば私は昔から卵アレルギーなんだけどね、うるし君がそんな私のために卵抜きサンドイッチを作ってくれたことがあったの。それを美味しいって言ったらね、それから毎日のように卵抜きのサンドイッチを届けてくれるようになったのよ。毎日？え？おかしいかしら。いや、時々ならまだわかるけど、毎日っていうのは。あ、まあ、それだけゆずりはさんと仲良くしたがってるってことだよ。だとしたら嬉しいわ。ツツジさんは私を喜ばせる天才ね。そうかな。なんで、あんなやつと。なんか寒気がしたような、気のせいかな。時々ゆずりはさんに話しかけてもらったりしながら、私は平穏な日々を過ごしていた。事件が起こったのはそんなある日のことだった。嘘、誰がこんなこと。ひどい。なんで、いつ置かれたの。朝に来た時はなかったのに。きっとうるしだよ。え、この前ゆずりはちゃんとツツジさんが話してる時にじっとこっちを見てたでしょ。多分あれでツツジさんに嫉妬したのよ、あいつ。だからこんな嫌がらせを。待ってちょうだい、うるし君はそんな人じゃ。じゃあ他に誰がやったって言うのよ。いや違うよ、うるし君じゃない。え、見たの今朝、うるし君が図書室にいるところ。どういうことよ。私ね、今日はいつもより早く登校してきたの。本を延滞しちゃってたから図書室に返しに行かなきゃいけなくて、その時に見たの、うるし君が一人図書室で読書してるところ。じゃあ小鳥の死骸はツツジさんが図書室に行って帰ってくるまでに置かれた。うん、本当？うるしをかばってるとかじゃないの？違うよ。あかねさん。うん、ごめん。その後、教室で犯人探しが行われ、全校集会も開かれた。だけど、結局犯人は見つからず、最終的に不審者が忍び込んだんじゃないかということになり、少しの間だけ先生たちによる見回りが増えた。変化はそれだけではなかった。ねえ、ゆずりはさん。うん？何かしら？気のせいかな。最近あまりクラスのこと話さなくなったよね。どうかしたの？ああ、ごめんね。ただちょっと怖くて。ほら、あの小鳥の死骸事件、犯人がまだ見つかってないでしょ。こんなこと言うのよくないだろうけど、私みんなのことをまだ疑ってるの。ゆずりはさん、現状信じられるのは被害者のツツジさんとアリバイのあるうるし君だけだわ。そっか、だから最近よくうるし君と一緒にいるんだね。ええ、そうよ。彼優しいの。私のこと心配しなくていいよって勇気づけてくれるのよ。そっか、やっぱりうるし君はいい人なのかな。不器用なだけで。でもそれはそうと、誰が犯人なんだろう。考えても謎は深まるばかり。そんなこんなで時間は流れていき、
やがて卒業式が近づいてきたある日のこと。眠い。だからこいつが犯人だったんだよ。え、この声ウルシ君？でも犯人ってどういう。こいつがツツジさんの机に小鳥の死骸を置いたんだ。あんた何するのよ。この声、アカネさん、一体教室で何が起きてるの。え、ツツジさん、待って、これはどういう。ああ、ツツジさん、遅かったわね。ユズリハさん、え、その後ろのは。ええ、そうよ、生卵。たった今ウルシ君がぶつけてきたの。なんで。そうよウルシ、あんた説明しなさいよ。ユズリハちゃんは卵アレルギーなのよ。そんなの決まってるだろ。こいつをやっつけるつもりだったんでしょ。私は卵アレルギーだもの。そこに生卵をぶつけて退治するつもりだったんでしょ。まさかあなたが私に対してそこまで強気に出るだなんて。どういうこと。話が見えないんだけど。そいつのカバンの中チェックしてみなよ。いいわよ、そんなことしなくて。昨日の帰り見たんだ。こいつがヘビの死骸を拾ってビニール袋に入れてるの。確信したよ。ああ、やっぱりこいつが小鳥の死骸の犯人なんだって。やっぱりって。僕は前々からこいつの本性を知ってたから。ユズリハは昔からおかしかったんだ。僕が初めて卵抜きサンドイッチを届けに行った時も。何これ。サンドイッチだよ。ユズリハさん卵アレルギーなんでしょ。だからね、僕卵抜きで作ってみたの。わあ、嬉しい、ありがとう。でも残念だな。何が。卵が食べられないこと。私卵が大好きなのに。え、食べたことあるの。違うよ、食べるんじゃなくて割るの。え、これね、お家の庭の鳥の巣にあったの。お母さん鳥が温めててね、それがとってでも可愛かったから。えい、割れちゃった。やっぱり楽しい。小さくて可愛いもの台無しにするの、私大好き。ところで君も小さくて可愛いね。全部こいつにつけられたものだ。叩かれたり、詰められたり、安全ピンで刺されたり、怖くて抵抗できなかった。親にも言えなかった。ずっと一人で抱えてきたんだ。違うでしょ、ウルシ君。は、みんなに言えなかったのは私が怖かったからじゃないでしょ。どんなにひどいことをされても心のどこかで私のことが好きだったからでしょ。あなたが私をどんな目で見てたかなんて知ってるわよ。幼馴染だもの。そもそもそうじゃなかったらサンドイッチなんて作ってこないものね。なのに最近はツツジさんにも尻尾を振り出した。ええ、認めるわ。あの日ツツジさんの机に鳥の死骸を置いたのは私。だって腹が立ったんだもの。ウルシ君がツツジさんの方を心配そうに見ていたのが。仕方ないだろ。お前がツツジさんに向けてる視線、あれは僕に向けてるのと同じ感じのものだったよ。気に入りつつあったんだろう、ツツジさんのこと。そうね、もしかしたらそれもあるかも。私はツツジさんのことが嫌いだったわ。だってクラスで唯一ウルシ君にも積極的に話しかけるんだもの。なのにウルシ君のように小さくて可愛かった。愛憎入り混じるっていうのかしらね。なんだかますます燃えちゃった。じゃあ私に話しかける機会が増えたのも。ええ、どこかのタイミングであなたのことも可愛がってあげようと考えていたのよ。こうして邪魔されちゃったけど。お前が蛇の死骸を準備してるのを見て決めたんだ。次こそは阻止してやろうって。ツ
羊さんは僕なんかにも話しかけてくれる優しい人だ。これ以上怖がらせたくなかった。だからいつもより早く学校に来てバレないように見張ってたんだ。びっくりしたわ。私が死骸を机に入れようとしたら急にあなたが教室に入ってきて卵を投げつけてくるんですもの。外れちゃったけどね。それも嘘ね。わざと外したんでしょう。もしぶつけちゃったら後が怖いものね。ねえウルシ君、私あなたのこと逃がさないから。私はきっとこの後引っ越すことになるでしょうね。本性をバラされてしまったわけだから。でもダメよ、ダメ。どんな手段を使ってでも私はあなたに会いに来るわ。中学生になっても高校生になっても大人になってもそうする。あなたは私に勝てないでしょ。いくつになってもきっと。ゆつりはちゃん、本当なの今ウルシ君が言ったこと。そうよ、私は弱くて可愛いものをいじめるのが大好きなの。生まれつきそうなのよ。これからも変わらないわ。あなたのこともいじめてみたかったわ。そっか。だとしたら多分一番弱いのはゆすりはちゃんだよ。あら、どうして？もしかして卵アレルギーだから？それは全く関係ないよ。アレルギーは体質の問題。私がしてるのは心の話。心？ゆすりはちゃん、うるし君があなたに卵をぶつけなかった理由わかる？きっと今でもあなたのこと心のどこかで大切に思ってるからだよ。仕返しが怖いとかじゃないの。辻さん、きっとうるし君はぶつけたかったと思うよ。仕返しが怖ければ仕返しされないぐらいひどい目に遭わせればいいわけだから。それぐらいうるし君はひどい目に遭わされてきたんだもん。それでもうるし君は最後の一線を越えないよう踏ん張ったの。自分以外の誰かを傷つけないために。多分そういうのを強いって言うんじゃないかな。何が言いたいのかしら。ゆすりはちゃんもそうするべきだった。うるし君がわざと生卵を外したように。あなたも弱い者いじめがしたくてたまらないっていう自分と戦うべきだった。そういう努力をしてこなかったゆすりはちゃんは多分誰よりも弱いよ。かっこいいじゃない。足が震えてなければの話だけど。だって怖いもの。私はゆすりはちゃんのことが怖い。それでも言わなきゃいけないの。ゆすりはちゃんのこと今まで友達だって思ってたから。くだらない。あなた弱くもなければ可愛くもなかったのね。帰るわ。それからゆずりはさんは学校に来なくなった。クラスのみんなは大いに動揺していた。中心人物がいなくなったのだから。そのヨハデと言うべきか、ウルシ君は今まで通りやや孤立していた。誰も彼も彼にどんな言葉をかければいいのかわからなかったのだろう。ウルシ君、一緒に本でも読まない？実はおすすめの一冊があって。私はそんな彼に話しかけるようにした。うん、読むよ。ゆずりはさんがいないからだろう。前と違いちゃんと応対してくれるようになった。以来私たちはどんどん仲良くなっていった。そして時は流れて。来月から中学生か。4月からもよろしくね、ウルシ君。こちらこそありがとうね、ツツジさん。何が？僕に優しくしてくれたこと。おかげで寂しくなかったよ。最後の方は他のクラスメイトもツツジさんに習って僕に話しかけてくれるようになったし。ならよかった。あら、仲がいいわね、二人とも。ゆすりは。久しぶり、ウルシ君。私ね、引っ越しすることが決まったわ。かなり遠くの町にね。そう。ああ、でも安心しちゃダメよ。どんな手を使ってでも戻ってくるわ。あなたのトラウマが刺激されるように。ゆすりはさん。え？何のつもり？あの時のこと謝るよ。卵を投げつけてすまなかった。ぶつからなかったとはいえ、あれはやりすぎだったよ。卵アレルギーの子に生卵をぶつけるなんて。
一線越えてたと思う。それからもう一つ、君とツツジさんの言った通りだ。僕は君のことが好きだった。あんなにひどいことをされても心のどこかで君のことを大事な幼馴染だと思ってた。生卵をぶつけられなかったのもそのせいだ。そう、やっと認めるのね。それでどうするの？最後の最後にキスでもしてあげましょうか？それでも卵が当たらなくてよかった。え？あそこで一線を越えてたら、多分僕は罪の意識に苛まれてたと思う。取り返しのつかないことをしちゃったって。そしたら一生ゆずりはちゃんのこと忘れられなかったよ。待って、ねえ待って。ごめんね、幼なじみの僕がもっと早く向き合えてたらまた違ったかもしれないのに。やめて、それ以上は。じゃあね、ゆずりはちゃん、できることなら更生して幸せに生きてほしい。僕は僕で頑張っていくからさ。いや、いやよ、一人で納得しないで、置いてかないで、私のこと思い出にしないで。ああ、そうか、ゆずりはちゃんもうるし君のことが好きだったんだ。行こう、ツツジさん。うん、元気でね、ゆずりはちゃん。それから時間が経ち、私とうるし君が中学生になっても、高校生になっても、ゆずりはちゃんが姿を現すことはなかった。大人になって開かれた同窓会にも、彼女は顔を出さなかった。ゆずりはちゃんは、うるし君のように初恋を忘れられただろうか。いや、きっといい思い出に変えることはできなかっただろう。多分、それが彼女に対する罰なのだ。ご視聴いただき、ありがとうございました。すべては心の弱さのせいですか。確かに強い心を持っていれば悪いことはしちゃダメだって立ち向かうこともできるわけですからね。今回はそもそも戦うことを放棄してしまった結果、まあそんなに簡単にいかないからここまで深刻な事態に陥ったわけですけどね。結局自分のことを忘れないでいてほしいという気持ちが大きすぎたことが行動の要因だったわけですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。